Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. Thought I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. こんにちは、ボンドショップ浦和酒井です。今日はこちらアウディ S3、 ごめんなさい、ちょっともうホイールつけちゃったんですけどもすいません、オープニング撮り忘れましたこちらの S3 セダンですね。こちらに今回いろいろパーツを取り付けするのと、あとコンピューターのチューニングも行いますので、そちらの紹介の方していきます。では早速作業に入ります。というかもう作業中です、すいません今回取り付けるのがこちら岡田プロジェクツの、プラズマダイレクト、はい、はい、こちらコイルですね。ハイパワーイグニッションコイル、はい、と合わせて、こちらイリジウム、レーザーイリジウム NGK のプラグです。スパークプラグですね。こちら取り付けと、あとはこちらじゃじゃん、フォージのリバーターバルブ、あのプシュンプシュンいうあれですね、はい。でこちら APR ターボマフラーデリートパイプ、こちら、ちょっと分かんないと思うんですけど、ターボの入り口、タービンの入り口のところの、消音する、ものが詰まっているんですけども、それをストレートにするというチューニングパーツですね。あとこちら CPM のブレースバー、これフロントのブレースバーと、もう一個こちらが、こっちが真ん中のプレートタイプ、ロアレインフォースメントですね。でこちら後ろのバー2本ですね、計3本取り付けしたいと思います。こちらエンジンルームです。2リッターのターボエンジンですね。でこちらのエンジンの後ろにタービンがいます。ちょっと見にくいですが、これです、このシルバーのボディ、はい。でこのプラスチックのがエアクリーナーからの空気で、それがタービンに入って、その出口こっち見えますか、このホースバンドがついてるこの黒いパイプ、この根元がターボマフラー、消音器のようなものがついてるんですけども、それをデリートする、こちらですね、デリートパイプ、こちらを取り付けます。で合わせて今回イベンチュリーもやるので、エアクリーナーもごっそりこの辺り外していきます。では始めましょう。はい、ここは、バンドが2つ止まってるんで、これを緩めて外します。でエアクリーナーボックスはこのちょっと見えないゴムで止まってるんで、引っこ抜くとポコッとボックスごと抜けます。で下にこのホースがいるんで、ちょっと抜いた後ちょっと注意してください、はい。はい、すっきり取れちゃいました。であとはこっちのインタグラに行く方のこのパイプをちょっと外していきます。狭いですが、この中をゴニョゴニョとやっていきます。はい、取れました。ちょっとあれなんですが、狭いんですが、ここのバンドの、工具が入らないと思うんですけど、手前のここ1本外してこう少し引けば、ここでなんとかこっち向きでも、であとはここが丸見えになるので、この奥、こちらターボマフラー外していきます。はい、取れました。これがターボマフラーですね。こう刺さっていて、空気がこっちからこの手前に流れていく感じなんですけども、ここ穴開いてますね。これが、消音効果になるんですよね。
はい、でこれが、なくなるただの筒になるんですけども、じゃんこちらですね。内径はまあほぼほぼ、まあほぼというか一緒でしたので、はい、それで、まあ、ちょっと吸気音なんかも結構出るんじゃないでしょうか。はい、こんな感じで取り付け完了です。で次はこちら、じゃじゃん、こちらフォージのディバー強化ディバーターバルブ、これを取り付けるので、あ、こちら外していきます。これです、つく感じですね。じゃあちょっとここのパイプの中何か物が入らないようにちょっと蓋をしましょう。え簡単でもないです。これディバーターバルブ、今カップラー外したこれなんですが、まあ、ちょっとコイルやるのでここはハーネス取っちゃいました。で、この多分奥のボルトが取りにくいと思うんですけど、このインレットパイプを外してもらって、奥の見えますかね、このトルクス30番で外してもらえれば、あとはねじるだけでパイプ取れます。まあこれを社外品のちょっと軽の大きいのにするっていうのもありです。今回は交換しません。でそうするとじゃん、丸見えになります。これで交換しやすくなるかと。で交換するときは参考にしてください。はい、取れました。これがリバーターバルブですね。はい、でこれを強化のものこちらかっこいいですねに取り付けします。で、ここに純正のカプラーがいますので、ここに付属のハーネスを割り込ませて、追加でソレノイドをつけて、まあ、アナログにバキュームホースをつなぐという感じですね。はい、じゃあ戻していきます。はい、今これで、取り付けの方ができました。こんな感じです。で、バキュームで駆動しているので、こうここバキュームポンプの、まあ、ところからちょっと三股で、あのエアをもらって、腹圧ですね、腹圧をもらって、で、奥にちょっと、まあ、ソレノイドをつけさせてもらったんですが、それがこんな感じにノーマルのカプラーにつくように、ハーネスが付属してくるのがあるので、それを、まあ、元のカプラーに戻してあげる、これだけで OK ですね。あとはここの先リベンチリをつけていきます。これでエンジンルームの作業が完了しました。どうでしょうか。新しめのやつとどでかいエアクリがつきました。はい、これで吸気もバッチリしです。今回一緒に、この岡田プロジェクトの、プラズマダイレクトイグニションコイルですね、こちらも変えて、で同時交換でスパークプラグの方もイリジウムのちょっと番手を上げたものをつけております。はい、であとは、コンピューターの書き換えの方に行きます。今つけてるのがこちら CPM のロアブレースバー、こちらなんですけども、ちょっと上げますね。こちら、前から後ろまで3本今回取り付けるんですけども、ここフロントメンバーのこの左右をこのバーで
ちょっとだけ補強してあげることによってこの左右の、まあ、バタつき感というか、まあ、ちょっと剛性アップということで走行安定性が得られるちょっと優れものになる。ここと、あと、あ、ごめんなさい、ここ何もついてないんですけども、ここに追加で、板のプレート状のものを CPM のプレートバーを付けします。で、後ろもここまあ、スチールのパイプのプレスみたいな感じになってます。これをアルミ製の、まあ、もうちょっと強度のいいものに変えるというものですね。これが真ん中と、これが後ろになります。はい、じゃあ早速つけてみます。So damn lies to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to stay the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. So jump into a love that won't be forgotten. Forever.はい、で、ここが2本目ですね。この上にアーチ状に純正の、まあ、バーが入ってるんですが、そこに追加して下側からもこう止めるという感じですね。ちょっとつけてみます。今回こちらの作業すべて完了いたしました。こちら APR の ECU チューニングの方も今回させていただいたので結構早いです。 S3 4駆なので加速がもう十分楽しいんですけども、さらにコンピューターチューニングの方をして、でさらにイベンチュリーの方もついてますので、踏み始めからもうタービン回る手前のところからすごく速い。あとはあのミッションの方のコンピューターの書き換えもしてますんで、シフトタイミングなんかもちょっと、速くなってまして気持ちいい加速をしてくれます。なのでこういったトータルカスタマイズも裏点ぜひやってますんで、お問い合わせいただければと思います。はい、今回 BC もお取り付けしました。はい、ということでフルカスタマイズもぜひよろしくお願いいたします。ボンドチャンネル登録がまだお済みでない方はぜひ登録の方もよろしくお願いします。以上、酒井でした。